はい、皆さん、こんにちは。デラメスです。スプラチーンの方ね、やっていこうと思うんですけど、本日はね、タイトルにもある通り、えげつない戦法の方ね、やっていこうと思います。で、使う武器は、赤ケルビン、無印。まあ、普通の赤ケルビンなんですけど、まあ、これギア乗せとくんですけど、まあ、こんな感じでね、まあ、スペ増眼済みで、まあ、前回の動画で、赤ケルビン、疑似覚なくても強いんじゃないのみたいな検証動画やったんですけど、で、結構強かったんですよ。まあ、なんで、今回ね、スペ増で丸ミサ撃ちまくったら、やばいんじゃないのっていうわけで。おい、それは丸ミサで位置がバレてると。いや、この戦法ね、正直強いと思う。てか、この戦法でちょっとね、ガチマッチやってたんですけど、あれ、めっちゃ調子良くて、計測後ね、王冠今ついてるんで、今日の動画で2600を、ちょっと目指していきたい。今2550ぐらいあるんで、全然頑張ればいける。これ編成は、五分五分だね。ただ、マルチミサイルが結構刺さるかな。これ、ハイドラントに、ちょっと撃ちたい感あるな。ハイドラに丸ミサかなり刺さるんで、ハイドラチャージしてる時に移動しないといけないから、丸ミサ撃たれると相当きついと思うんだよね。ナイス。ちょっと詰めちゃうか。こっちの先生前線少なめだし。これ、そらやれる。え、それ取られるよ、マジか。いやー、これ、できればノックアウトして終わらせたかったけど、まあまあ、こういうこともあろうわな。てか、相手のパブロ、着地の方か。珍しすぎて、ビビる。パブロが着地吐いてるの見ると、なんか違和感覚えちゃうんだよな。イカスフィアのパブロヒューが、本当にパブロは、多いから、ちょっと相手のパブロは飛ぶ。これは覚えとこう、この試合。え、それは上手すぎ。いや、今の勝てないか。でもバレルにちょっと対面仕掛けるのはやめた方がいいな。疑似角じゃなかったら、結構不利だよな。お互い四角だけど、バレルのが、連射が早いから、ちょっと挑まないようにしよう。この試合はマルチミサイル撃ってるだけで、相手からしたら絶対きついんだよな。スピナー2枚だから。これ吐くっしょ。いや、これ10発ロックで多分やれると。オーケー。いや、今ね、バレルの人が構えたまんまでも、多分やれてたと思う。マルチミサイルって、ナイス玉に対してすごいね、ダメージ入るんですよ、実は。で、今回怪物も積んでるんで、多分ナイス玉に対して丸ミサ10発撃ったら、ほんと3人分ぐらいやれるんじゃないかな。ほんとに、やれるんだよな、マジで。マルチミサイル。ナイス様に対してすごい、刺さる。で、これ結構状況いい。ナイス、味方、噛みすぎ。で、これ溜まるな。これしっかりカバーをして。マルミサこれ、速攻打っちゃおうかな。濡らしてくれ、ここは。カウンドも進むし、敵、ワンチャンここ前でできそうだし、打っちゃおう。左見るか、俺。いや、これはね、俺に任せてほしい。やれるかな。オッケー。あ、ただエリア取られちゃうか。でもこっち1キル入れてると思ったけど、こっちハイドラ落ちちゃってるから、五分五分だな。ポイセンとりあえず投げて。いや、ポイセン割と便利。まあ、強くはないと思うんですけど、まあ、使い道がないかっていうと、別にそんなことはない。で、これ、ナイス様、マルミサで、いけんじゃないかな。マルチミサイル味方のスペシャルと合わせれたら、大体打開できるんだよな。ほら、ガチ。なんか、アーマーマルミサとかめっちゃ打開力、高いんだよね。これ塗り合いでいいかな。うわ、味方噛みすぎ。いや、そこの握るはマジで英雄。これも塗るだけでいいわ。これも溜まるしな、マルミサ。このマルチミサイルで、ちょっとすべてを終わりにしよう。もう前には出ません。このマルミサを大事に使う。最後これ、腕は一緒。OK、4枚ロック。いや、これは相手絶対きついよ。無理やり前来ないといけないし、こっちにある程度位置バレてるからな、丸ミサで。間に合わないっしょ。はい、ナイスー。丸ミサたどじー。丸ミサ連打戦法って結構地雷扱いされてるみたいなとこあると思うんですけど、いや、確かにね、最初の方は良かったと思うんですよ、スプラの。なんですけど、いろいろアップデートとか環境の変化で、今、丸ミサ連打する戦法、絶対弱くはないと思うんだよね。なんならワンチャン強い。この動画で2600いってちょっと証明します。はい、それでは対戦よろしくお願いします。名刺のガチエリア、パワー2150と、だね、編成の方を見ていきましょう。まあ、悪くないね。ライド編成結構強いな。まあ、よく言えば、前線もうちょっと欲しかったけど、まあまあ、これは、これでいいでしょう。なんか、後衛3枚とか、とりあえず後ろ目の編成だとね、丸ミサ戦法すごい弱くなっちゃうんだよね。っていうのが塗る場所がね、被っちゃうんで、初動丸ミサさえもできなくなっちゃうみたいな。
俺とか味方が初動アーマーなんかしない系の人だからいいんだけど、なんか初動アーマーする人とかだとね、お互い塗り場所被っちゃってなんかめっちゃ弱くなっちゃうっていう。逃がすな。オッケーオッケーオッケー。このまま左入るわ。来ないかな。あ、で、これ、逃げると見せかけて、いや、来ないか。これでワンチャン刺さると思ったんだけど。さあ、これ丸めさ撃てるから、今これエリアに近いやつに撃っちゃおう。これ行くか。いや、これ当ててこないっしょ。オッケーオッケー。いや、H さんで今のムーブに当ててくる人、まあ、そんな、いないっしょ。ほら、やれる。やったー。で、これ、丸みさ、もう一回撃てるな。ちょっと濡らしてくれたら。いや、これ、スペゾーガン済みが生きてる。これ、撃てる。オッケーオッケーオッケー。え、こっち来んの？いや、でも、それはそれで、多分、エリア間に合わないと思うんだよな。ナイスナイス。これは、いける。味方頑張れ。まあ、これは、さすがに相手間に合わないと思うわ。ナイスー。俺はスペゾーガン済みが生きたね。はい、それでは対戦よろしくお願いします。コンブのガチエリア、パワー2520と、ではね、編成の方を見ていきましょう。おい、テラミスギッツってやついるんだが？待て待て、何持ってる？若葉じゃね？若葉やんけ。ちょ、ケルデコを持ってよ、テラミスギッツって名前なら。若葉シューターは、うん、違う、もうテラミスギッツって名前にするなら、もうケルデコをちょっと持って、惜しかったよ。で、この試合、あれですね。前の試合から1日経ってます。っていうのが、エリアがね、終わっちゃったんで、あ、丸みさ連打戦法ってエリアが一番強いと思うんだよな。え、マジ？わー、びっくりした。シャーか。他ルールあんまり丸みさ打てないんだよな。エリアって取られてる時、丸みさ、スペシャルゲージ溜まってくれるから。うん、エリアが一番強いっしょ、丸みさ連打は。というわけで、まあ、次の日のね、エリアで今取っております。で、こう丸みさ打てんのでかい。俺、チャーコラに打ちたい、できれば。これ、ボムラ絶対来るから、右山からかな。まあ、多分、チャーコラっしょ。うん、チャーコラ右山から来ること多いから。あ、それからねえか。オッケーオッケー。意地ワンチャンいける。ティラメスキッズ濡れ。お前、若葉なんだから濡れ。やばい、ちょっと。名前ティラメスキッズだから言葉遣いが、ちょっと汚くなっちゃってる。ティラメスキッズさん。まあ、ええか。あ、知らんけど。でも、ティラメスキッズってことは俺の動画、絶対見てるよな。ちょっと、勝とうや。俺勝ったら童話か、さっさる。これローラーだよね。いや、ローラーに対して丸みさ打つのこれ強いよな。位置わかる。位置わかったらローラー、なんもできないからな、ローラーは。ナイス。なんか今音がすごかった。なんかデュクシーみたいな音鳴ってた。ナイスナイス。チャーだけ。で、これ丸みさ、打てるな。これまたチャーコラに、ちょっと被せたい感じあるっちゃある。これ、これ撃とう。ボムラ入ってるよ、今。まあ、これ3枚ロックで、まあ、チャーに入ってないと思うんだけど。それ、丸見え。来ないか。ナイスナイスナイス。めっちゃこっちキル入るな。てか、いいタイミングで丸見さ撃ててる気がする、これは。なんか相手の打開のタイミングに、やっぱ合わせれるのが一番強いな。相手ごちゃごちゃするからね。ただこれ、ラストたまんないから、ちょっと前目でキル狙おうかな。アーマー入ってくれたし。いや、ナイス、ティラミスキッズのアーマー。キッズアーマー、名付けて。いけるいけるいける。待って、やばいか。ナイスー。いや、これ、ティラミスキッズ結構働いてたんじゃないか？次俺と当たるときはヘルデコ持つんだぞ。はい、それでは対戦よろしくお願いします。マンタのガチエリア、パワー2500と、ではね、編成の方を見ていきましょう。光栄なしか。これ俺が丸みさ打ちまくってガチ光栄みたいな立ち回りしてっか。で、相手の編成も光栄なしか。で、これナイス玉空いているから丸みさ刺さりそうだな。相手の最高栄ダイナモって感じだよな、これ。で、ここはね、こっち側を塗れば、まあ、手動丸みさができると。あ、2、6。ただ、こっち一人、あー、二落ちか。これワンチャン帰るの、視野に。これ帰れないな。打ち合うか。ナイス。オッケーオッケーオッケー。気合でこれ初動負けたと思いきやの、勝ったね。割れねえか、さすがに。もうこれ、打っちゃおう。そこの2枚倒すだけで結構でかい。それマジで、ミリ。みんなできた。ナイスナイスナイス。ロングカム。
正面、とりあえず光線つけて。ナイスナイスナイス。これめっちゃこっちキル勝ちできてるな。で、ここ、丸見さんもう一回なんか、溜まるの強いな。なんか溜まったわ。なんか溜まるときあんだよな、たまに。あれ、俺ヒル結構したっけ？な、ヒルすると丸見さ溜まるみたいなとこあるんだよな、丸見さ打った後に。オッケーオッケーオッケー。マジでこっちキル勝ちしてる。これノックアウトいけそうだな。待て、インクが。噛みすぎ。これナイス玉吐かした後に倒してるから、相手たまんないんじゃないかな、これ。残り30だし。そうね、ここ俺が塗ってあげよう。こっち塗る人あんまりいないでしょ。ザップを塗れるっちゃ塗れるけど。まあ俺が塗るわ、これは。ナイス、噛みすぎ。これ丸見さん打ちたすぎるな。打ちたすぎる、これ。これもう雑に入れる。もう塗る体勢取っとくわ。オッケーオッケーオッケー。いや、これいける。ナイスー。これマジでめちゃくちゃキル勝ちしたね。はい、それでは対戦よろしくお願いします。マンタのガチエリア、パー2530と。で、これ勝ったらおそらく2600いけますね。部屋のパーも高いから、いけるはず。で、編成は、お互いにすごい短いな。これ、丸見さん連打しまくる最高鋭としての立ち回りでいこう。てか、普通にメインで打ち勝てるな、相手の編成。プライム以外は有利取れるんじゃないかな。あ、キャンプはちょっと、わかんないけど。4枚ロック。これキャンプ？あ、それうまいな。これ味方ジャンプだよね。めっちゃ左固まってんだ。オッケーオッケーオッケー。これ全員できた。いや、これもらうか。今、まあ、良かれと思ってポイセン投げに行ったけど、それ良くなかったかもな。キャンプにポイセン投げたら位置分かるようになるから、便利かなと思って強気に投げに行っちゃったけど、普通に自分の命を大事にしとけば良かったっていう説が出てる。ただ、まあ味方が強いんで、まあ今のは、まあ、いい。うん。味方が強いから、OK。もうこれ勝たせてくれ。2600。行こう。月始めの2600だから、まあ、結構高いはず。調子が今回いいんでね。てか、この戦法が強い。普通に。で、こう、一人落ちてるし、こう3枚ロックしたから結構有利な状況に進むんじゃないかな、これ。これ入ってるよな。めっちゃ飛ぶやん。エリア一回塗って、来ないかな。ここマルチミサイルたまんないから結構メインでキル狙いたいんだよな。マルミサたまんないもんな、これ絶対。あぶね、あぶね、あぶね。謎の生存だわ、ガチで。いや、このポイセンはいい。マジでキャンプにポイセン投げとけば、味方動きやすくなる。さっきは、ちょっとしくじってやられちゃったけど、まあ、キャンプにポイセンは刺さるよな、普通に考えて。ナイス、一人落ち。いやー、3-3か。あぶね、あぶね。待って、もらいそう。ジャンキャンで。いや、これ行きたいよ、ノックアウト。あ、ラッキー、ラッキー。なんか、やれた。オッケー、はい、土だ、うー、ナイス、うー。いや、これは2600行ったでしょ。いや、今回、スペゾーアーかけるビン使ってったわけなんですけど、普通に強かったね。やっぱ疑似あっても強いけど、疑似なくてもかなりいい性能してるよな。スライド硬直とかないし、マジで使いやすいんだよな。まあ、っていう感じでね、本日の動画の方終わっていこうと思います。よかったら、チャンネル登録と高評価の方、お願いします。ではね、次の動画で会いましょう。バイバイ。2600と。